典型的な袋タイプ即席ラーメンの調理前面会、インスタントラーメンとは一般に瞬間輸熱乾燥法、または熱風乾燥法によって製造され、熱湯をかける、または鍋で煮る等で、スープも同時に調理できる即席ラーメンであるが明確な定義はない。構想は袋入り、カップ入りがあり、麺はフライ麺、乾麺等の種類がある。 即席麺、即席ラーメンとも呼称される。日本で生まれた食品であり、日本国外に多数輸出され、また技術移転により現地製造されて、広く食べられている。韓国、香港など日本国外におけるラーメンは飲食店のメニューであっても、即席麺を調理した料理であることも少なくない。講義では、ラーメンという範囲を超え、和風麺のうどん、 そばや焼きそば等も含めた多種多様存在する袋入り即席麺及びカップ入り即席麺全体を刺す場合に用いられる。競技ではその中にテラーメンのみを刺す場合やさらに袋入りラーメンに限定して刺す場合に用いられる。厚生競争規約上の正式名は即席麺である。また、食器として使用できる容器に入れて火薬を添付したタイプは カップラーメンと呼称され、厚生競争規約上の正式名は即席カップ麺である。日本即席食品工業協会の統計によれば、2006年度に全世界で消費された量は約916億食。うち日本の消費分は約53億食だった。現在では世界各地で作られており、ほぼ製造国にて消費される。主な生産、消費地は、 東アジア及びアメリカ合衆国である。小売販売額ベースの世界市場規模は360億2700万ドル。企業別シェア主義は、公詞フを参加に持つ超新国際集団で、日本の日清食品ホールディングス、インドフードスクセスマクムル、東洋水産、統一企業が続く。この上位5社のシェア合計は約43%で、この他にも日本の内外に、 多数のメーカーがある。インスタントラーメンには明確な定義がない。瞬間輸熱乾燥法、または熱風乾燥法によって製造され、スープも同時に調理できる即席麺をインスタントラーメンと定義するなら、一般に1958年8月に発売されたチキンラーメンが世界初のインスタントラーメンとなる。日清食品ホールディングスによれば、 インスタントラーメンは1963年に日清食品創業者の安藤桃福が発明したもので世界でもそれを認める報道が多い。安藤が発明した瞬間油熱乾燥法を含むインスタントラーメンの基本的な製法は1963年に即席ラーメンの製造法として特許登録されており発明協会の戦後日本のイノベーション100選の トップ12も選定されている。開発者である安藤桃福は妻が天ぷらを揚げているのを見た際、小麦粉の衣が天ぷら鍋の中で泡を立てながら水分を弾き出している様子を見て、この原理を応用すれば良いとし、これが瞬間油熱乾燥法の元となった。ただし安藤が最初にインスタントラーメンを発明したかどうかについては異論が存在する。 チキンラーメン発売の数ヶ月前にお湯を注いで数分でスープも含め調理できる即席麺として大和通商がトリー糸麺を透明商業が長寿麺を発売している。長寿麺は南極探検に持ち込まれて大きな話題となりインスタントラーメンの普及に貢献した。日清食品は1961年に透明商業が出願していた。 味付け乾麺の製法特許の権利を2300万円で買い取り、もともと日清が出願していた即席ラーメン製造法と合わせて特許登録した。また、1958年以前にも即席麺は開発及び販売されている。村田製麺所が1953年に、松田産業が1955年に油で揚げた即席麺をそれぞれ開発している。 しかし、従来の油揚げの製法が、日清食品の瞬間油熱乾燥法と異なるかについては曖昧である。以上のような経緯から、インスタントラーメンの発明者が誰であるかについては、意見が分かれている。上述した、インスタントラーメンと乾麺との明確な差は、製造方法とスープの有無のみである。インスタントラーメンを、数分茹でれば食べられる麺と定義するなら、古くから、 ある乾麺はそのほとんどが該当する。また、油で揚げて保存性を高めた麺とするなら、新台には、イフ麺という、油で揚げる製法で、ある程度の保存性があり、澱粉が効化した麺が作られていた。この料理は、現在でも公州料理の一つとして、一般的に食べられている。フライ麺という製法で作り置きができ、手早く食べられるという点ではこのイフ麺は、 チキンラーメンと同じ発想の食品と見ることができる。しかしこれらはチキンラーメンなどと異なり、麺以外にスープを用意する必要がある。なお、安藤桃福は1964年に日清食品が特許を独占して、野中の一本杉として発展はできるが、それでは森として大きな産業は育たないとして日本ラーメン工業協会を設立し、 他のメーカー各社に瞬間油熱乾燥法など即席麺関連の製法特許を公開している。1980年代からは調味油、味噌、ごまダレなどの複数の液体の調味料をつける製品も多くなり、小エビや豚肉、鶏卵などの具材も乾燥して同梱するインスタントラーメンが普及した。もっとも豊富な具材が製品単価を押し上げる要因にもなり、 また生の食材には味が及ばないとして一部のカップ麺を除き一旦は市場から消えた。しかし1990年代にはレトルト化した調理済みの具材や麺を同梱した高級品も登場し2000年代には人気ラーメン店とのコラボレーションへと進化。それらが付属しない通常の製品とに極化が進んでいる。一方、健康志向の高まりから ノンフライ麺のほか、麺に含まれる炭水化物の割合を大幅に減少したロカボ麺などの採用が増えている。油で揚げる代わりに蒸したり熱風乾燥することで煮る必要がない製品も多い。また、麺を小麦粉ではなく頬やビーフンのような米を原料とするライスヌードルや緑豆や澱粉を原料とする春雨も増えている。ライスヌードルや春雨は 比較的低カロリーなので弱年の女性層に支持されている。また、風味や見た目に特徴を持たせるために麺に食材を練り込むケースも見られる。例として、ヤクルト本社の麺元、海イ日清食品のとんがらし麺などがある。袋麺の消費量はカップ麺に押されて減少していたが、2012年に東洋水産のマルちゃん製麺の大ヒットにより盛り返した。 生麺をそのまま乾燥させる新しい製法で生麺に近い食感を実現した。日清食品の日清ラオウフクロ麺、山陽食品の札幌一番麺の力といった追随商品も登場した。日本国外での生産は、明状食品が韓国の産陽食品との合弁で1963年に製造を始めたのが最初とされる。アジアでは、 1980年代以後に同種の即席食品が製造され、地域色の豊かな製品も増えている。当初は日本メーカーのブランド名や商品名が使われる製品が発売された。多くは商標の使用権を得た製品で、日本メーカーが製造に直接関与していない場合もある。これらの製品にはライセンス製造であると表記されている。その後、 もともと、汁麺や炒め麺が食文化に定着していたアジアでは、消費者の思考に合わせて伝統食を取り入れた独自の製品が数多く販売された。台湾、香港、中国はもちろん、タイのトムヤムクンアジア、インドネシアの即席ミンゴレン、フィリピンの即席パンシット、ベトナムの即席フォーなど、多様に進化した。アジア各国で販売されているインスタントラーメンは、 数百種類に及び日本にも輸入されコンビニエンスストアで販売される商品もある。欧米では主にスナックフードとして利用されたこともあり、調理の手間が少ないカップラーメンが先に受け入れられた。当初、袋麺は輸入食品店以外では見かけられなかったが、近年北米では一般のスーパーマーケットでも販売されている。一方、マグカップ等に乾燥麺を入れて、 熱湯を注ぐ軽食向き製品も欧米で人気があり、1990年代には日本でも同様の製品が登場している。これらの製品では煮て調理することができないため、麺もカップラーメンと同様に細く薄く平らげ、具も小さな乾燥なると程度である。2000年代では年間約850億食の即席麺が世界で生産されている。 国別で最も多く生産しているのは中国で2007年で498億食である。日本からの輸出は2006年度時点での世界ラーメン協会調べによれば年間約8700万食。中国最大手のメーカーである高市府は日本の産業食品第2位の花流日清は日清食品と提携する。2012年の国別の消費量は 中国が440億食と全世界の半分近くを占め、次がインドネシアの141億食、3位が日本の54億食と続く。一方、1人当たりの年間消費量では韓国が72食で、トップ2位がインドネシアの57食、ベトナム56食、マレーシア44食で、5位の日本が43食である。各国の状況。 ありがとうございます。